第一統領ナポレオン第一コンスルはナポレオン・ボナパルトによりフランスの権力ダッシュの後用いられた肩書きである。当初は同じ権限を持つ3人の統領が置かれた。1799年11月9日のブルメールのクーデターの後ナポレオンとエマニュエル・ジョゼフ・ CAS によって設立された統領政府に3人の統領が置かれた。当初3人の統領は 同じ権限を持つとされたが、やがてナポレオンが三人の中の最強のものとなった。コンセルという言葉は、自分自身を古代ローマの支配者になぞらえようとするナポレオンの計画の一部として用いられた。後に、彼は、エトワール外宣門などの古代ローマ様式の外宣門や記念碑の構築により、ローマとのつながりを強めることになる。古代ローマには、 政府の長として二人のコンスルが置かれた。コンスルは元老院を含む共和国を運営し、軍隊の最高指揮官でもある。二人のコンスルは同等の権威を持っており、互いに拒否権を行使することもできた。これは独裁を予防するための仕組みである。そして、非常時には元老院は一人のディクタトルを6ヶ月の任期を限って指名することができた。 第一共和制の崩壊により作られたフランスのシステムは、統領が2名から3名になった点以外は古代ローマの制度に類似していた。しかし、やがて3人の中で最も野心的でカリスマ性を持つナポレオンが頭角を表すこととなる。国民投票で彼は終身第一統領に選出された。この選出は、人気の点以外では古代ローマのディクタトルの使命に、 類似するものである。最終的に1804年にナポレオンはフランス皇帝となることを宣言してフランスに君臨することになった。ありがとうございます。